が綺麗な絶景です。今回は山登りということで登山用の衣装に着替えてみました。え、リュックの中には何が入っているのか。そんなの決まってるじゃないですか。フランを縛るためのいろんなロープが入っているんですよ。今日のフランは登山家さんなんです。この急斜面きついです。もうこれ以上は歩けません。失礼ですね。フランは必要なものしか持ってきてません。ほら、本格的な登山をするならロープは必要でしょ。野営をするときにもタープを張るために使うじゃないですか。そんなことはないです。フランは超絶真面目に登山をしようと思っていただけです。ロープで体を縛られたいなんて少しも考えてませんから。本当です。フランは下僕さんにいじめられたいとか思ってません。今までしびれるような素晴らしい蹴りでしたよ、ゲボクさん。ジャボーン。残念、フランという名のゴルフボールは無残に着水。ゲボクさん、ゲボクさん、あなたが池に落としたのはびしょ濡れになって体の線もあらわになったエロ川濡れすけ女子のフランですか。それともふわふわもこもこに傍観して冬毛の小動物のように愛らしくなった美少女のフランですか。セクシーなの、キュートなの、どっちのフランなの。正解。正直者の下僕さんにはなのとギュッとなの、どっちのフランもプレゼントしちゃいましょう。キャッホー、ケボクさん。ね、ケボクさん、ね、そこは呆れるんじゃなく死ぬほどきつく叱ってください。ほら、フランは常にお仕置きされる準備は万端です。この防寒着の下は荒縄でギチギチに緊縛済みです。でもでも、そんなフランが大好きでしょ。もう本当に下僕さんたら正直者。フランとは大違いですよ。鉄分補給。わあ、この軍人らしいゴツゴツした筋肉の感触。この鍛え上げられた肉体で全力でめちゃくちゃにされることを想像するだけで、フランは、フランは。それがですね、下僕さん、故郷でのフランの政治家としての支持率が伸び悩んでいるんですよ。ええ、パパは忌み嫌われてた独裁者でしたから。
普段はもっと民に愛される政治家になりたくて、だから民の前で全裸で土下座して首輪をはめて尻尾を振りながら、普段は皆さんの奴隷です、って冗談じゃないですよ。普段はいつでも本気と書いてマジですから。決してみんなの前で全裸土下座したら気持ちいいだろうな、なんて欲望を我慢できなかったわけじゃないんですからね、それにそもそも最初からフランはあまり好かれてなかったので。だってフランはみんなから憎まれてた独裁者の娘です。親の因果が子に報い、当然フランだってパパと同じ嫌われ者です。でもだからこそパパがみんなを傷つけてきた分、フランがみんなを癒して慰めてあげたくて、せめてストレス発散のために罵って、石を投げて、ムチで叩いて、ろうそくを垂らして、おっと死刑、道路を汚しちゃいけませんね、でペルー。だから普段は憎まれてもいい、嫌われて踏みにじられてもいい、それでみんなの心の傷が癒えるなら、だからフランは困ってるんです。パパはフランを死ぬほど溺愛してるから、今はフランにやりたいことをやらせてくれてますけど、フランには政治家を任せておけないと思ったら、パパが戻ってきます。そしてどれだけ反対されても、また強引に政権を我が物にします。悪夢の時代に逆戻り、です。だから、その前にフランは何としてでも、ちゃんとした政治家にならなきゃいけないんです。パパが任せて安心と思えるような、同時に、みんなに愛されて幸せにできるような政治家に。無理です。下僕さんは呼吸を我慢しろって言われてできますか？そんなの無理ですよね。死んじゃいますよね。下僕さん、わかりました。多分普通に無理っぽい気がしなくもないですけど、頑張って気持ちいいことを我慢してみます。うん、下僕さんが応援してくれるなら、フラン、何だってできちゃう気がします。うわっ！あ、フラン、寝袋を忘れちゃいました。ついうっかりです。だって寝袋の他にも必要なものがたくさんあったから。例えばこれ、いつも使っている枕です。枕が変わるとフランはどうにも寝つきが悪くなっちゃいますから。他には食事にかける万能アウトドアスパイス、それから暇つぶし用のトランプとかお絵かきセットとか。いらないものなんかじゃありません。完璧な野営を実現するためには全部必要なんです。フラン、ドキドキしてきちゃいました。山の冷えた空気に夜通しいじめられちゃうなんて、とってもひどくて刺激的。寒くて寒くて我慢ができません。でもそれだと下僕さんが寒い思いをしちゃうじゃないですか。
そこまで言ってくれるのでしたら、ちょっとだけお邪魔します。何ですか？一体何が行われるんですか？ほら、一体どうなっちゃうんですか？怪しげな牢獄で、用途不明な機械仕掛けの椅子に座らされて、頭にもいかにもエロ本でしか見かけないような謎の装置をつけられ、意地悪、下僕さんの嘘つき、腐れけど、応援してあげたいとか真面目ぶって言っちゃって、ほらそんな下僕さんが大好きだから素直に信じたのに、本当はほらにこんな風に良い子には見せちゃダメなエログロ拷問を、すでに大喜びしてますけど、洗脳、うん、すごい、さすがです、下僕さん。普段は今誰もが持つ人権というものを踏みにじられている。いろいろやりましたからね、エロエロなこと。でも残念でした。下僕さんの努力は無駄無駄無駄。下僕さんにどれだけ必死に説得されても、普段は自分を曲げませんでした。泣きながら、約束します、絶対に下僕さんを裏切りませんで、指切り幻魔して誓っても、下僕さんが目を離した瞬間、フランは窓から飛び降りました。ああ、そして約束を破って大怪我をしたおバカなフランを見る下僕さんの失望の目、それを思い出すだけでフランは、フランはもっと見て、下げすんだ目で罵って、もっとフランにがっかりして、だってそれが気持ちいいんです、大好きな下僕さんにゴミを見る目で見られるのが。はいはい、でも何でもしてダメなフランの全部を否定して、フランは本当にダメなんです、何もできない残念な子です、大好きな、ずっとフランを愛してくれてたゲルニカに誓ったのに、フランたちの故郷を独裁者の首輝きから解き放ち、みんなが笑顔で暮らせる素敵な土地にするって、もう二度とフランたちみたいに壊れた人間が生まれない、誰もが真っ当に生きられる理想郷にするって誓ったのに、約束したのに、フランは何もできなかった、大事な大事な約束を守れなかった、だから下僕さん、そんな再利用も不可能なゴミクズを消し去って、こんなフランは焼却処分してくださいよ、お願い。下僕さ、ふんきゃ、目が、目の前がチカチカして、ゲルニカ、ゲルニカ怖い、手握って怖いの、だからフランの手を、ゲルニカ、あっ。
あれ、フラン寝てましたか？あ、車掌さん、おはようございます。いいえ、むしろすごくすがすがしい気分です。悪い夢から覚めたみたい。すべてが輝かしい、愛おしいものに思います。こんなものに囲まれて、フランは幸せ者ですね。わあ、すごい。綺麗なものがいっぱい。世界がこんなに綺麗で愛おしいなら、全部、フランのものにしなきゃダメ。ですよね。それで、何か他に言い残すことはございますか？クソ車掌さん。あなたの、せいで、私たちの故郷はめちゃくちゃです。ご覧ください。マスゲームですね。独裁者が、フラン様のお父様が好んでやっていたことです。民を完全に支配し、従順に望んだ通りに動かす。逆らえば処刑、指示から少しでも外れても処刑、完璧に振る舞っていても単なる気まぐれで処刑。フラン様は例の洗脳マシンとやらを用いて、統治している民のすべてを洗脳しました。そして己の操り人形とし、好き勝手に動かして遊んでおられます。さて、気分では？めでているだけかもしれませんね。子供が手に入れたおもちゃに対してそうするように。まさに、独裁者の再来です。ええ。ええ。フラン様は独裁者の娘。歪まず自然に育っていれば、あの子はこのようになっていたのかも。独裁者のすべてを引き継ぎ、第二の独裁者となっていたのかも。どうするとは？これはあなたが望んだことでしょ？クソ車掌さん。はい、存じております。力及ばず泣きを入れてはいましたけど、あの子が頑張っていたことを、少なくとも私は重々承知しております。ですから、あの子が望んだこととはいえ、あの子の人格を尊重せず、勝手に好き放題にいじったあなたを、粉みじんにして差し上げたいところですが、ぐっと我慢して、あの子を元に戻す方法を考えました。そう話は簡単ではありません。手前味噌ではございますが、フラン様は賢い、優秀な子なんです。普段は叱られるためにわざとできない子のふりをしておられますが、あの子は英才教育を施され、優秀な頭脳を育てておられます。そんなあの子が、そんな誰でも思いつくような解決方法に対して対策を練っていないとでも？おそらくですが、洗脳マシンに手を触れた瞬間、ブービートラップが発動して、あなたは即死です。ですから、我々はあの子が思いつきもしないような
他の方法を用いる必要がございます。クソ車掌さん、今からあなたには本物のクソ野郎になっていただきます。はあ、何のつもりですか？どうしてフランが望んでいないことをするんですか？せっかく楽しかったのに。こんなんじゃ台無しです。取引をしましょう。あなたの望みを何でも叶えてあげます。何が欲しいんですか？お金？地位？領土でしょうか？何でも差し上げますから、フランを解放してください。叱って報復はしません。今日のことは悪い夢と思って忘れましょう。誘拐犯のくせに、薄汚い悪党のくせに、偉そうですね。フランは間違ってない。フランは正しい。だって正しいから。フランは正しいから正しいんです。それが常識です。真理です。ううん。物理法則ですよ。だから間違っているあなたは悔い改めて、フランの望み通りに。何よ。あっ、うん、何なんで、殴って、嘘でしょ。バカなんですか？フランにこんなことしていいと思ってるんですか？絶対に許さない。復讐してやる！殺してやる！なん、意味わかんないです。フランが何をしたって言うんですか？嫌だ。フランはそんなフランは嫌ですよ。みっともない、変態の、いじめられると喜ぶフランなんか。そんなフラン、誰からも愛してもらえませんよ。いいんですか？歪んだ、気持ち悪い、間違ってるフランでもいいんですか？せっかくみんな従順になってたのに。これで元通りです。みんなフランの言うことなんか聞かない。文句ばっかり垂れ流しの愚民に逆戻りですよ。あー、めんどくさいです。投げ出したいです。でもちゃんとやり遂げるって約束しましたから。しんどいけど、めげずに今後も政治家頑張ります。いい、その調子です。いい感じです。もっとフランをないがしろにして、ゲブクさん。あー、やらかしたい、失敗したい、それで叱られたい。でも、滅私横行。自分を捨てて民に尽くすのが政治家ですから。我慢しますよ。今はまだ。正気では耐えられないような苦労でも、普段は頭おかしいので、逆に大丈夫ですし。